今度は、集英社から発行されている、オンダ・リクの小説。またはこれを原作として2001年7月から9月に TBS 系で放映されたテレビドラマ。とある田舎にある、全国でも有数の進学校の私立男子校。冬休みを迎え、ほとんどの生徒が故郷へ帰省する中、古びた、寮、将来館には3人の生徒が、 それぞれの事情で残っていた。クリスマスイブの夜、通学組の塔が加わり、4人の冬休み生活は幕を開ける。塔の提案で始まった告白ゲーム。気楽なゲーム感覚のはずだったが、4人は隠していた過去やトラウマを語り出す。2001年7月6日から9月14日まで、毎週金曜日21時21時54分に TBS 系の 金曜九時枠で放送された。今井翼と三宅健のダブル主演。V6 が歌う主題歌の出せない手紙は原作者の女陸が関谷久し名義で作詞している。TBS 金曜九時枠の連続ドラマはこの作品を最後に廃枠となり、その後同時間帯はバラエティ番組中井正宏の金曜日のスマたちへに引き継がれた。 なお、ロッテの筆頭提供番組は、金曜ドラマ枠に移動し、黒詐欺時代から、うぬぼれ刑事時代まで提供していた。また、タイガー魔法瓶は、2016年3月まで、金スマのスポンサーだった。ただし、スポンサーである顔、スバル、小林製薬の3社は引き続き、金スマにおいて提供中である。ありがとうございます。